こんにちは、参議院議員の西田昌司です。今日は、7月の10日の、水曜日です。今日はですね、先日週刊西田で、皆さん方の質問にお答えする一問一答のコーナーで、JAL123 便の件についてのですね、森永卓郎さんの、この本についてですね、事実なんでしょうかという趣旨の質問があって、私はですねそれを読みましたけれども、そしてまたその読んだ後、JAL とそれから防衛省にもですね問い合わせをしましたけれども、そういう森永さんが指摘するような、証拠はエビデンスは見つけられなかったという趣旨の、このビデオレターを流したんですけれども、それに対してですね、まあ炎上ですね、とんでもないと。でそんなことを聞いてもそうだと答えるはずがないだろうとかね、それから、もう一人深田萌さんですかという方が、それに対する批判する、ことを言ってるとかいう話があるんですけれども、まあ、私は深田さんは全く存じ上げませんので、彼女がまた言ってることも、森永さんの対談も私自身は見てません。私が見てるのは森永さんの本を読んだということですから、深田さんの話はちょっとどういうことを言っておられるのか分かりませんからコメントは控えますが、いずれにしましてもですね、まあそれについてもう一度、それじゃあフライトレコーダーそれをきっちりですね、ボイスレコーダー、フライトレコーダーなどきっちり公開すべきじゃないかというような趣旨のまた、コメントを出される方がたくさんいたわけですね。それで先日私は航空局にですね、その JAL123 便のこのフライトデータはどうなってるのかということを、問い合わせて、昨日その回答がありました。それでですね今日はそのことをちょっと解説させていただきますが、このフライトレコーダーについてはですね、何度も、この訴訟されてますけれども、要するに最終的には2024年3月29日、上告棄却と。で、上告不受理決定の送達を最高裁より受けるということで、今年の3月29日に最高裁で、この訴えをですね、退ける判決が出ているということを、まず皆さん方にお話しさせていただきます。で、最高裁がそういう事実関係を調べて、公開する、その公開請求を受ける必要はないということを言ったということですね。それで、なんでそういう判決に、なってきたのかということですけれども、そもそも、この日本航空123便の、事故の音声記録、飛行記録についてはですね、国際民間航空条約附属書の13の規定により、操縦室内の音声記録や飛行記録などのデータは事故調査以外の目的で使用することはできないとされていると、まあ、こういう法律があるわけですね。そして、日本航空123便の事故、昭和60年8月に発生に関してはですね、事故調査、航空事故調査委員会が昭和62年6月に公表した、航空事故調査報告書において、当該事故における事故にかかる音声記録、飛行記録が公表されていますと、まあ、公表されているわけですね。さらに、平成23年7月、運輸安全委員会が、ご遺族の皆様の疑問に、できるだけ分かりやすく解説するために、本事故の、被災者家族等の協力のもと、当該事故調査報告書の解説作成を公表いたしました。つまり事故調査委員会の報告書というのはすでに出てるんですけれども、非常に専門的で、このご遺族の方から一体何が原因だったのかよくわからんと、まあ、そういう申し立てがあったわけですね。それに応えるためにですね、ご家族の方の協力のもと事故調査報告書の解説を公表作成しました。で、後でそれを私は皆さん方にお見せしたいと思いますけれども、まあ、そこにはですね、いわゆる、ミサイルまたは自衛隊の標的が衝突したという説などその他の要因が関与した可能性がないことも示されていますということです。それから、その当該事故機の、
飛行記録装置及び記録、音声記録装置は日本航空において厳重に保管されていますと、現在も保管されていますと。ただデータの取り出しには特殊な装置が必要なため、同社では、日本航空ではですね、生データは保有していないということであります。それで先ほど言いましたこの解説書があるんですけれどもね、で解説書のこれは要約文なんですけど、これも後で後ろにつけておきますので、ぜひ疑問のある方はこれをご覧になっていただいて疑問を払拭していただきたいと思うんですけども、まあこの解説書についてはこういうふうに書いてるんですね。はじめにと、昭和60年8月12日に発生した日本航空123便の御巣鷹山墜落事故については航空事故調査委員会が調査をし、昭和62年6月に事故調査報告書を公表しました。これを公表してるんですね、昭和60年に。この報告書では、事故は、後部圧力隔壁の不適切な修理に起因し、隔壁が損壊したことにより、胴体後部、垂直尾翼、操縦系統が損壊し、飛行性能の低下と、主操縦機能を喪失したために生じたことと推定しています。これに対し圧力隔壁が損壊した場合には室内に猛烈な風が吹き抜けるはずであり、また気温も低下するのに生存者はそのようなことはなかったと証言している。また急減圧があったならばパイロットはマスク、酸素マスクをつけるように訓練されているのにつけてないのはなぜか等の疑問が寄せられています。そしてこれがまあ言われているところですよね。ああいう森永さんのところでも。そして圧力隔壁損壊による急減圧はなかったのではないか。事故原因は圧力隔壁の損壊ではなく、機体構造の不良による、フラッターによる垂直尾翼の損壊等が原因ではないかという主張や、自衛隊のミサイルが当たって墜落したという主張も出ていますと。これまで事故調査委員会において、ご遺族の皆様に対して必ずしも十分な説明がなされていなかったため、皆様の123便報告書の内容に対する ご疑念に答えられなかったことについて率直にお詫び申し上げますと。事故調査委員会は組織再編を経て平成20年に運輸安全委員会となりましたが、その際に情報の提供に関して被害者及びその家族または遺族の心情に十分配慮し、これらのものに対し当該事故等調査に関する情報を適時かつ適切な方法で提供することが法律上明記され、事故等調査の実施にあたっては適時適切に被害者等の皆様にご説明を行うこととしておりますと。で、今般123便報告書に関しまして、ご遺族の皆様の疑問点についてできるだけ分かりやすく解説する、説明するために本事故の被災者家族である三谷島邦子氏、川口真理子氏、技術的アドバイザーとして日本ヒューマンファクター研究所主任研究員、元、ボーイング747機長の、元江明氏及び B ボーイング747の技術に携わってきた元 JAL の小林忍氏からの協力をいただきまして、123便報告書の解説を作成しました。これなんですね。で、本資料では事故調査報告書に記載されている事故原因や客室内の風や温度等についての疑問について正確性の点では少し少々劣るかもしれませんが、できるだけ分かりやすく解説、説明するとともに、その他の要因のが関与した可能性についても触れています。分かりやすくするため、市販、図書からの引用、報告書の表現の変更及び図面の誇張等もありますが、事故調査報告書に新たな解析や、原因の推定を加えるものではありません。事故の調査報告書に新たな解析や原因の推定を加えるものではありません。あくまで分かりやすく、皆さん方に、分かってもらうためのこの解説書を作ったということですね。で、そして当時は事故の原因は調査しても事故による被害をどうすれば軽減させることができたのかについてまで調査を行うようになっていなかったことから、捜索救難の状況について
は詳細の記載がありませんでしたが、現状で分からん範囲での捜索救難についての解説を加えました。さらに当時実施した機体残骸の海底調査はどうだったのかということや、調査海域や調査の方法に手法等についての解説も加えてみましたと。ご遺族の皆様に本解説をお読みいただきまして、少しでも123便報告書に関する疑問点の払拭に役立てることができれば幸いであります。最後に運輸安全委員会においては、本年4月15日に、福知山線、列車脱線事故調査報告書に、関わる検証メンバーから国土交通大臣に対して提出された運輸安全委員会の今後の在り方についての提言に基づいて、今後の業務の改善を図っていくこととしています。同提言中において、被害者へ情報提供の充実等についての考え方が述べられております。事故調査における被害者への視点への配慮という世界的な動きの中で、提言の考え方を踏まえつつ、私どもも、期間も着実に変わっていけるようにご支援いただければ幸いですということで、これは平成23年7月、もう今から13年前ですね、運輸安全委員会事務局長大塚秀夫さんの名前で出ています。でこれはですね、その、解説書の、主な文の、取り出したものですけど、これは資料として後で貼り付けておきます。でそこで、大事なところはですね、要するに一つ急減圧があったのに、いわゆるですね、この白くなったとか風が吹かなかったとか温度が急激に下がらなかったというような、ものが、なかったと。で普通だったらそういうことになるんじゃないかということが確か、本でも書かれてたと思いますけれどもね、これについてもね、これ、最近の急減圧の事例ということで、アメリカで、3万5000フィート、の飛行中のサウスウェスト航空、において客室の天井が穴が開いたと、急減圧が発生したと。同機はすぐ緊急降下枠内近くの空港に緊急着陸したという時ですが、まあ、この時の証言はですね、この機長、が、客室に、非番の機長が客室に同乗していって、そのこういう証言するんですね。私は突然脱出用スライダーが膨らむ時のような大きな破裂音を聞き、大きな風切り音がこれに続いた。私はすぐに急減圧を知覚したが、耳の苦痛がほとんどないのに驚いたと。後で他の乗務員に聞いても、それはとても小さな痛みだと言っていた。ハリウッド映画と違い、何も飛ばされず何も風吹かなかったというんですね。誰も穴に吸い込まれるようなことはなかった、座席に置かれた書類もそのままだった。客室がやや冷え、薄い霧を見たが5秒ほどで消滅したと証言しているんですね。でこの証言から実際の急減圧が発生した際の機内の状況は、乗務員を含めて一般的な理解と大きく異なるのではないでしょうかと。つまり映画なんかではですね、穴が開いてそこに吸い込まれていくとかね、大変な、パニック事態が、よく映画でありますけれども、そういうようなことに実際に、そういう急減圧を、の事故があった、飛行機の乗務員がそう言ってるわけですね。で実際そのことについてあと詳しくここに書いてありますが、これ見ていただいたら分かります。まあ、そういうことで当初森永さんのね本で書いてあった、それは、JAL の元、乗務員の、客室乗務員の方がですね、ペンネームで書かれていた本を元に書かれてるんですけれども、そういういわゆる、ハリウッド映画の中に出てくるようなああいう状況にはですね、どうも客室はならなかった、なってなかったということが考えられるわけですね。でそれから、ミサイルの話ですけれども、ミサイルまたは自衛隊の標的が衝突したという説もありますが、根拠になった尾翼の残骸付近の赤い物体は、根拠になった尾翼の残骸付近の赤い物体、というのは、これは、主翼の一部であることが確認されています。要するに赤い物体が、尾翼についていた。でそれがミサイルが当たった証拠じゃないかということなんですが、
これは主翼の一部で尾翼ではなかったということが確認されていると。それから機体残骸に火薬や爆発物との成分は検出されていないということで、ミサイルを疑う根拠は何もありませんと明言しています。まあ、そういうことですね。あと、よくこの、何でしたね、あの中に、横田地区に入るはずなのが入らずに、そこ回避していったと言ってる話もありましたけれども、これはもう完全にあの操縦装置そのものが操縦ができない状況で、あったということが言われているわけでありますから、あの横田に回避したと、横田を回避させられたというよりもですね、とにかく自分で操縦、思う通りいけなかったと、いけなかったから、まあ衝突、まあそういう最後の事故になったということなんでしょうけれども、いずれにしましても、あの、いろいろ、私に対しても、あの、ご批判がたくさん、来ておりまして、大変、戸惑っていたんですけど、もう一度、あえてですね、これ、航空事故調査委員会が出ている報告書、その解説書ですね、これを添付しておきますので、ぜひ皆さん方も、ご自分で 目で、これを、読んで、読まれまして、納得していただきたいと思います。ということで、かねてから私が あのお話していました、ボイスレコーダーの件、それから、123便の、事故の原因は何かということについては、この解説書があったということで、これを航空局からいただきましたので、これは今日は、添付させていただいて皆さん方に、ご披露したいと思います。大変、痛ましい事故でありましたけれども、やっぱりあの事実関係ですね、しっかり調査されているわけでありますから、まあ、なんというか、事実に基づかない憶測だけでですね、噂を広めていってしまうことは、遺族の皆さん方にもこれはご無礼に当たるのではないかと思っています。冷静な皆さん方のご議論をお願いしたいと思います。今日もご覧になっていただきましてありがとうございました。